忘れてた。今ドライヤーしようと思ってドライヤーしたの。ドライヤーしてよしやろうと思ったら普通にパンクしてた。すいません、もう少ししたら撮るわ。パックついてんの忘れてた。戻るよ。でももうだいぶカピカピなってきた。カピカピっていうか、ふう。こんばんは。ちょっと昼やったんだけどごめんね、すごいバタついちゃった。リハ合間にやってたんですけどすごいバタついちゃった、ごめんね。昼、うん、昼は面白かったらしい。ねえ見て見て、誕生日背景になってる。あと3日後やって、あと22歳か。全然そんな感じしないけど、昨日のクマヘアめっちゃ似合った。嘘、本当？結構きつい痛いおばさんになってなかった？そこだけは不安なのは。でもクマさんヘアとかもうしたの1回くらいしか記憶ないから、横道と春菜と中2か中3の時くらいにした記憶しかない。あれはしかも全部上に上げてたし、ともうレミのおかげです。レミにありがとうって言ってください。レミに言ってください。なんか CBC の名古屋のイベントでクマさんヘアした記憶。うわー、このパックめっちゃいいかも。なんか毛穴小町っていうパックなんですけど、後で見せるわ。めっちゃいいかも。なんか私あんまり肌のことわかんないけど、てか化粧品買いに行かないと。化粧水乳液がない。もうでもこのこれも肌に合ってるんだよな。なんか肌に合ってるやつを買うか、また新しいのに挑戦するかで悩んでて。ねえくるみのおっぱいでかすぎる。もう本当にココナッツやん、くるみじゃなくて。でかすぎる、羨ましい。くるみくるみくるみ、トータルココナッツみたいな感じじゃない？マジですごい、やばすぎ。あら、いや、いいな。いや、みんなもすごって思ったでしょ。だってくるみの顔の大きさと変わんないよ。なんか私もあると思ってたけど、マジでそんなもんあるとかじゃないかも。私もすぎ。もう一回見よう。
最高リプ来てる、ありがとうって来てる。いやいや、でも見たかったよね。いや、くるみからね相談はされてたの、グラビアやるんだけどみたいな話されてたから、めっちゃいいやん、絶対いいよって言って、そのくるみのその動画な顔でやったらめちゃくちゃウケると思うよって、マジでおじさん絶対ククってくるってとは言ってたの。最高すぎ。メンバーからも高評率高いし、あと、もうなんといっても顔が可愛い、単純に。くるみってまだ18歳なの、やばくない？若いよね。すごい、なんか道枝咲ちゃんの7歳の手紙がすごく素敵な、お手紙、語彙力が素敵。ねえ、風呂上がりです。もみあげってどこ、ここか、隠そうっと。めっちゃもみあげ見せてくるやんって LINE が来たから、隠そうっと。ここまだ濡れてるわ。さあ誰からでしょう、さあ誰からでしょう。辻さん、ランちゃんがスプラ教えてほしいって言ってる。家来たら教えてあげるよ。スプラってさ、その 遠くで教えるのむずない？電話とかで教えられんくない？家来たら全然教える。言わんでええよ。辻さん今日家で飛騨牛のハンバーグ食べました。岐阜の誇り、岐阜の誇り、飛騨牛のハンバーグ食べた。最近でもね、あつ森はちょくちょくやってるの。なんか野菜育て、人参と佐藤きび育てた。今日なんか野菜育てれるの最近知って、ちょっとドライヤーしていいですか、ごめんなさい、間違えた、あれ、ちょっとドライヤーします。ここだけ乾かして、乾かさせて。
分乾いた。多分乾いた。今日はね、リハ終わって夕方帰ってきて薬局とスーパーだけ買い物行って、で買い物行って2時間くらいソファーで寝てた。1時間寝ようと思ったけど、なんか疲れ果てちゃって起きれなくて、2時間寝てご飯食べて、なんかちょっと洗濯干して。え、ね、ほうじ茶の購入品紹介していい？大量に買ったから。石川のじゃあささささっと。でもこれはほうじ茶だね。まずはほうじ茶じゃないものから。能登名物ひっぱり餅、これはこれ有名なんだっけ、ひっぱり餅って。あ、すっごい感じだけど読めないけど、餅らしい。のどぐろのだし塩濃い。なんでそんなピンポイントでいけるの、すごいね。買った、すごい。なんで買っちゃった、のどぐろのだし塩すごいね。なんで買った。鍋に何、これ塩じゃないの、これ塩としてもかける。誰か言ってかける、誰か言ってかける、セリカだ。セリカとお揃いで買った。え、別に普通にこれ塩として使える。うわ、じゃあみんなセリカの配信見てるんだ、うん、ふーん、そういう感じね。めんどくさい。ふーん、そういう感じね。なるほどね。こっちがまあしょ、なんかほうじ茶じゃないけどね。じゃあいきます、ほうじ茶系。まずは加賀坊茶のアーモンドフロランタンほうじ茶です。絶対美味しい。でもフロランタン、フロランタンがあんまり得意じゃないので、ちょっと今でも食べますけど、ほうじ茶なので。もうほうじ茶のものは全部買ってきました。そしてか、加賀坊ほうじ茶ときな粉のワパフェサンドクッキー、絶対美味しい。絶対に美味しいね、これ。絶対に美味しい。はい、ほうじ茶オタです。しかもなんか パッケージもかっこいい。そしてもうこれはもう、これはもうこっち、これ一番メインかも。加賀坊茶マカロン、加賀坊茶マカロン、ちょっと美味しい。いっぱい。そしてこれは何だろう、琥珀糖かな、琥珀糖の多分ほうじ茶。美味しそうじゃない、割り氷、琥珀糖のほうじ茶味、美味しそう。ラストが加賀坊ほうじ茶オレ、北陸土産です。今はダイエットしてるので、全部食べれないので、いろんな人にシェアをしていきたいと思います。そう、お土産、もう友達にお土産と、なんかセリカがね、桜のお菓子とかくれたから、それをちょっと私も交換しようかなと思いまして。美味しそうじゃない。以上です。開けないです、だからまだいっぱいあった。やばいよね、めっちゃあると思って。でも個人的にはやっぱマカロンときな粉のワパフェサンドクッキーが気になる。そう、もう劇場公演で言ったからには絶対に痩せないといけないから。ショールームでも痩せるって感じだけど、本当に気をつけます、食生活です。いっぱい買いました。いや、だからそう、本当に石川に行ってほうじ茶の
ものを食べ歩きしすぎはしたなって思いました。そう、これが見せたかったんです、みんなに。今日ちょっと寒いね、暖房つけたさっきだけ、今は消したけど。まだ濡れてた。塩美味しそうだよね、のどくろの塩って絶対美味しい。どうやって調理したらいいんだろう。でも買ったのはいいけど、うん、あとちょっと早いかもしれないけど、タンプレとかもお手紙も受け取らせていただきました。ありがとうございます、たくさん嬉しかった。あと30日もあるので、ご飯にかけるだけで美味しいですし。そうなんだ、じゃあご飯にかける。30日当たったよって方はいらっしゃいますか。ちょっと足カサカサなってきたから口にも塗らないと。30日はいつもとポジションが違うのでよろしくお願いします。一般の当落待ち。オッケー。30日はユニバです。はにゃん。はにゃん、誕生日なのに来てくれないのかにゃん。ユニバいいな。ユニバ行きたいってずっと言ってる。これちゃんと何先。酒なんとか見交わしましたか。え、これ石川でご飯食べたみたいな誰か言ってた。でもヒカルンってお酒飲めそう。わかんない、ヒカルンのお酒事情全然知らないけど。唇カサカサ。明日桜見に行く。リハ終わってから友達と約束しました、桜見に行こうって。だからお洋服ちょっとおしゃれにしないと。でも混んでそうだからちょっぴり嫌だけどね。デコ出しかわいい、本当。やっぱ前髪伸ばそうかなって思ってきたけど、アイドルの時はなんかね、これいつも言うけど、もうやってたけどね、センター分けとか。アイドルでいるうちはもうセンター分けでもいいのかなとか思って、間違えた、前髪やってもいいのかなって思ってる。もうパジャマもこもこがちょっと暑くなってきた。いや、そんなあったかくないけど。
なんか今日セリカのお誕生日をさ、リハの後にみんなでお祝いしてさ、あーなんかこういうのもなくなるのかって思ったら寂しくなっちゃって泣きそうだった。てか今日のジップ見ました？朝私一人で喋ってたわ、テレビ見ながら喋ることないのに。いつもかわいすぎて、何ですかあのイチャイチャは。朝からもう TikTok で何回も見るし、かわいすぎるし、何ですかあれ。気づいたらピンマイクついてましたって、つけに来たんだろうってかわいすぎるマジで。もう一人でこうやって多分ヨーグルト食べてて多分家で、みたいな、え、かわいいみたいな、かわいいかわいいって言ってこう動画撮って、もうなんか癒されましたわね。ちょっと両手広げてみてみたいなとこかわいすぎない？何ですかそれ、かわいい、かわいい。もうメイクキープミストを買いだめしました。親友も欲しいって言ってたから親友の分も買ってきといてやった。もう3つ2つストックある。しかも桜の匂いだから。ごめん、シンプルに今日メールお休みメール送ってないかも、送ってないわ、すごいごめんなさい、忘れてた。普通にお風呂入ってました、すいません。もう3月も終わるってやばくない？まあ、忙しくはないけどバタついてはいるよね最近。下は何時に起きようかな。今日はすっぴんで行ったの、リハ珍しく。もう朝早すぎて眠いか、眠くてもういいやと思ってメイクしなかったけど、明日は出かけるから少々。ね、花粉すごいらしいね私。花粉じゃなかったのかな、別にひどくないってことは。シンプル、うん、くしゃみ出るときはあるよ。シンプル風邪、風邪だったらめっちゃやばい、申し訳ないわ、めっちゃそれ風邪うつしてたらやばいかも。でも目はたまに描いたりするけど、癖なんかな目描くの。あ、私今日やばいって感じないもん花粉。分かんない、シンプル風邪だった説もあるけどね。やっぱこのパジャマ、いや大丈夫、やばいんだ。まあでも季節の変わり目結構風邪ひきやすいっていうか、いつも引いてるから
でも花粉、私がその風邪か花粉か分かんない時は結構くしゃみとか出てた。鼻水やばかった。いやでも雨降らないだけよかった。今日明日も降らないよね。ランキング読んどこ。13位ひろのりさん、12位リュースタさん、11位 YK さん、10位エビサマさん、9位りょうりょうさん、8位やっすんさん、7位ゆうきさん、7位むせた、6位みほちゃん、5位りょうたとマークとりももしさん、4位いよ、3位エムエムルールザとマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、2位こうさん、1位 TK トンからとマークたいさんです。ありがとうございました。もう30やばいね。3月30が誕生日で、4月30がラストコンサートで、5月30が卒業公演って、マジで着々と終わりが見えてきてるからちょっと寂しさが最近あるんですけど、まあ皆さんも後悔のないよう押してください。私のこと、いやーマジで1ヶ月というよりかは1日1日大事にして生きていかないとね。30日ごとに節目が来ますわ、今月から。よろしくお願いします。とりあえず誕生日楽しみに期待してます。何を期待してます。でも公演もあるしね、みんなに会えるの楽しみにしてる。今日はいっぱい寝れそうなので、ちょっと開け部屋片付けたら眠りにつきます。いっぱい寝ます。それではおやすみなさい。バイビー。また明日ね。